マレーシアの国王は、マレーシアの立憲君主である、アゴン、アガーング、ヤンディペルとアゴンの集合体によって構成された、経緯による、マレーシアを構成する13の州のうち、州の君主が存在しない、ペナン州、村下州、サバ州、サラワク州を除いた、9州の君主が国王を選出する。このうちプルリス州はラージャを君主とし、 ヌグリスンビラン州は、ウンダンと呼ばれる伝統的主張の五選により、ヤンディペルとベサールを君主とする。その他の七州は、スルターンを君主とする。選挙制であるが、実際には、各州の君主が、統治者会議の元リンバンで国王に選出されることが、慣習化している。なお、アラブ首長国連邦の制度とも類似するが、アラブ首長国連邦のアミールは、 連邦構成主張国における絶対君主であり、連邦もアミールの合議で運営されること、アミールの御選で選ばれる連邦のポストは、大統領や首相といった役職名であるといった違いがある。王管立憲君主として規定されており、体験の多くは内閣の助言に基づいて行使される。首相の任命については国王自らが判断することができるが、内閣は下院に責任を負うため、 会員多数党党首が首相に任命されている。会員が内閣を不信任した場合は、内閣の助言により、会員を解散するか、助言を拒否して内閣を解任するかの判断を行うことができる。かつては国王とスルタンは行使にわたって法的面積特権を有していたが、1993年の会見で指摘行為についての面積特権が廃止された。以降は、 司法大臣の承認の下検察当局もしくは、マレーシア国民は、特別裁判所において国王、またはスルタンを提訴することができるようになった。公務について、国王を提訴することはできないが、国王の公務に対して、責任を持つ政府を提訴することができる。マレーシアにある企業や学校には、国王と王妃の肖像が飾られることが多い。かつては、私生活でも、 面積特権を有したスルターンによる暴力事件が報道され、批判的世論を背景に指摘面積特権を剥奪する会見がなされた経緯がある。副国王は、ティム・バラン、ヤンディ、ペトワンはアガーングの称号を持つ。ありがとうございます。